ヒカルの文集法を見ましたあ見た見たヒカルに彼女ができてその人が誰か見たら誰かわかんない俺なんかテレビ見ないから女優さんとかそ俳優さんとかその女性 YouTuber とか俺わかんないその内田理央って誰かわからない誰それ <laughs> いやわかんないうん知らないですよ声優女優グラビアアイドルそれ,それ何やってる人なのそれはわからないあグラドル バラエティとかドラマにちょくちょく出てる人。有名な女優さん。はぁー。あのー、一応ググったんですよ、その。まあ、ヒカルは知ってるけど、YouTuber ヒカルは知ってるからさ、あの、相手方の人誰なんだろうなと思って。ググったら、なんかその、いろんな記事が出てきたんですけど、多分その記事が悪意あるんだとは思うんだけど、全然可愛くなくて、そう。なんか、え、マジえと思って。逆にヒカルいいやつや、みたいな。 拾ったんかーとか思っちゃって。あんま言うとちょっと悪口になっちゃうんだけど、ねの人,人様のだからね、悪口になっちゃうんだけど、結構光るいいやつやん、なんてなっちゃった俺の中でもここ行ったのみたいな。だって、光の知名度影響力。 ね普段悪口言うからちょっと褒めますけど、あの、影響力とか、ね、地位とかさ、名誉とかさ、あとはさ、お金とか、いろいろ考えたら多分、引く手余っただと思うんですよ。そんな寄ってくる女性なんていっぱいいるだろうから。だけど、おおそう言ったんだ、みたいな感じで、そう、逆になんか、本当に好きなんかな、とか思ったりとかして、ね、そう。えだから、あの、おおと思ったんですけどね。その記事が悪いよね。なんか、もう多分もっといい写真あると思うんだけど、なんか、か、のやつ撮られてたもん、なんか、 うん。なんかあの、便秘のクソ力んでるみたいな顔の写真が出てきて、俺が見たのは、そう、こういうのだったんですよ。むっちゃ悪意やったんですよ、それ。うん。むっちゃ悪意やったの。ね。あのえ,え、えって、と、思って。だからもうちょっと検索すればよかったんだけど、そもそもなんかその、YouTuber に、あの、彼女できましたとか、YouTuber が結婚しましたって、俺別に絶対興味なくて。それなんかうちゴシップレンとかそういうのでやってるわけじゃないじゃん。別にふーんなんですよ。まあ、結婚だったらまだおーってなるけど、別にそんなの、 あるじゃん、ユーチューバーの。いくらでもあるやん。だから、まあ、ふん、みたいな。んだから、あんま興味ないから、そこまで検索はしてないけど、めちゃくちゃ悪意やった、その記事は。こん、こんなん、こんなん、と。ね。 なんでわざわざ記事にするんやろうな。そのね、記事にする理由っていうのはね、あの、やっぱ数字とお金ですよ。だから、あの、内容がどうこうとか、俺らが興味あるとか興味ないとかじゃなくて、どんだけの人がアクセスして記事を見てくれるかとか、どんだけの人がその記事を購入してくれるかとか、そういうことが大事だから、松本伊藤氏の件もそうだけど、要するに話題性だからね。逆になんかカスみたいなやつだったら何したって記事にならないですよ。お金になんないから。あの人た,たちってお金になるかならないかしか考えてないから。な、どうでもいい記事も、 なんか俺らじゃない人たちが盛り上がるんだったら乗せるしね。それが仕事なんだろうな。まあ、それは仕事だからね。光が嫌いな人もアクセスしてくれるから美味しいよねっていう。だから、あのー、ファンだけじゃなくてアンチが多い人もお金になるからね。そう。だから、いろんな記事もあると思うけど、いい記事ばっかりじゃなくて悪い記事もね。まあ、だから結局、あのー、なんでああいう有名人の熱愛って記事にするかわかりますあれ。うん、ああいう記事にするかっていうと。有名人もさ、その人だけがさ、お付き合いした人じゃないじゃない。 そう。あんなんどうでもいいじゃん。正直。あの、彼女できました、彼氏できました、みたいな。どうでもいいと思う。あれを上げることで、過去のうぬうぬも、こうやって掘り起こされる可能性があるんですよね。ボボボみたいな。例えば、ヒカキンなんかもそうじゃん。ヒカキンが結婚しましたって言ったら、過去の女性が垂れ込んだでしょ私はそういう関係あったんです、みたいな。そうだ。そういうのもあるんですよね。芋づる式にとかね。うん。そうだ。そういうのでもまた広がりを見せていきますからね。ら本当はどうでもいいじゃん、そんなの。 熱愛なんか、うん。闇深いなって。あとでも、女性の人好きだからね、そういうネタはね。うん。だから、どこもかしこも、やっぱり今はもう、女性メインですよ。コンテンツが。ツイキャスもそうだし、配信もそう、動画もそう。ああいう記事なんかもそうですけどね。そう。昔は男が多かったんですけど、だん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 みたいな。で、男、どこ行ったのかなっていうね。今、男がいっぱいいるところ、どこかあるのかなって。男は、カニな男は、だからあるじゃん。地下アイドルとかでずっとこうやって、やってライブ行って、こうやって,やってる。 だから男メインのコンテンツは面白さ女性メインのコンテンツは金ですよその違いですよその違いきっとねかなと思うけどねだからあのビジネスするんだったらやっぱ女性客が大事なんじゃない私はいつまでもやりますよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でしたセンキューよし